数十年前、あの三鷹にたまたま知り合いの女性がいて、ここで待ち合わせます。で、ここで会ってたら、あの店員からこうやって紙を出されるんですよ。あの会話禁止ですという。会話がうるさいっていう文句を言われまして、ああ、そう言って、それはあのメグとの接点です。であと、寺島さんとの接点は、あの横浜の日本一高いレコードショップっていう、あのキービスというお店だったんですけど、その店長が紹介してくれまして、寺島さんと初めてお会いして、で、まあ、あの私としては人生において、ジャズの師匠は寺島さん。オーディオは私の常に上だと思う。まあ、オーディオのこういう趣味の世界ってのはそういうもんですから。で、今私、今考えたらオーディオの部屋は、9部屋、もう9部屋で。オーディオ装置は19セット持ってます。で、アナログは何でも鑑定団でブルーノートを出しまして、1200万の鑑定を出していただきました。嫌なんですか。で、ただね、こうやって今日も東京にホテル取って泊まってきてるんですけども、私、横須賀がオーディオの部屋で、自宅は鎌倉なんです。